青コーナー193センチ102.9キログラム、第7回独身世界大会第4位グラウゼフェイトーザー、ボクシングが生んだブラジルの人間狂気グラウゼフェイトーザ。赤コーナー180センチ98.0キログラム、 K-1 グランプリ96王者アンディーヘイディー、ミスター K-1 鉄人アンディーフグ。さあ世界へ向けての K-1 ザ・ミレニアムのスタート。試合は3分5ラウンド、ダウンして10秒以内に立ち上がれないとノックアウトとなる10カウント制、1ラウンド中に3回のダウンでノックアウトとなる3ノックダウンシステムが採用されています。さあいよいよグラウベフェイトーザが帰ってきました。あの戦慄のブラジリアンハイキックがアンディのかかと落としを上回るんでしょうか。共に極真魂を源とする者同士の戦い、果たしてグラウベの勢いがアンディの経験を超えることができるか。まもなくゴング、さあ K-1 ザ・ミレニアム、ついに谷川さん、はい、グラウベフェイトーザが戻ってきました。そうですね、なんかグラウベの入場というと今日ばかりグラウベに頑張ってもらいたいですけどね。そのグラウベが相対するのはもう百戦錬磨ミスター K-1 鉄人アンディフグ。まあ本当に経験とかですね、はい、技術で言えばこの K-1 のルールですけども、やっぱりアンディの方が上だと思うんですよね、はい、もうグラウベ本人は本当に年齢差でも勝てないけども、とにかくまあこの一戦が最後だというつもりで常に戦うって言ってましたけども、はい、まあ、あーわかさに左ストレート、ホールドからの左のストレートアンディフグ、一瞬グラウベはドキッとしました。アンディはちょっとリラックスしますね。左から打ち込んでいく、さあアンディが距離を詰めていくか。まあ、しかし石井館長ね、このグラウベのハイキックと膝蹴りっていうのはもう人間離れしてますからね、これは見たいですよね。グラウベでも落ち着いてますよ。落ち着いている、全然前回とは違いますね、よくパンチ見た方がいいですね、まあ、グラウベはこれが3度目の K-1 ってことになるんですが、前の2戦はザーッと膝蹴りました。今左の膝が軽くヒットしましたが、アンディの身長です。おっとアンディの足が回ってきます。前に出る、前に出る、グラウベが前に出る、アッパーを取り込んで、そして右の膝、赤い6番ブンナーの膝、アンディといえどもあの膝、そしてグラウベのハイキックは一発でマットに沈められてしまいます。グラウベ左フックいいですよ。グラウベのグラウベ本当に気持ち負けしてほしくないですね、負けてないですよ、3度目の K-1 となるグラウベ、過去2戦は残念ながら黒星ですが、まあこうポテンシャルの高さというか、そうですね、それはやっぱり感じられますからね。4年後の極真世界大会のチャンピオン候補ですから、はい、グラウベ高いけど欲しい、高いけど欲しいですね。グラウベの左ハイキック、散らした方がいいですね。さあそして左の膝、あの膝は180センチの高さまでアンディの身長まで届きます。グラウベの膝、しかしアンディも冷静か。アンディも冷静ですね。藤原さんは両者の立ち上がりどうご覧になってますか。そうですね、こう足技をすごく期待しているので、グラウベ選手の、ね、足技ちょっと見たいですね。あの田代さん、はい、グラウベもこれまでのグラウベとは K-1 のグラウベとはちょっと違いますね。いやもうね、あのモリス・セミスのところで相当練習してますね。そうですね、まだ距離がですねアンディなんですよね。距離がアンディ、まばたきが許されません。アンディ・フグ対グラウベ・フェイトーザ、帰ってきたブラジルが生んだ人間狂気グラウベ・フェイトーザ。グラウベちゃんとブロックしてますね。あっという間に3分が過ぎました。1ラウンドは素晴らしい攻防。このハイキックブラジアンキックですね。これは館長見えないんですかね。今の前蹴り良かったですよ、ボディアの、はい、前に来ると見せかけて、そして上からも横からも、そして下へも動きます。7色の蹴り、このグラウベフェイトーザの蹴り、アンディの側頭部をヒット、コンマ何ミリでかわしましたアンディフグ。
さあ2ラウンド大きく動きそうな予感に包まれました。返してきたブラジルの人間狂気グラウベ・フェイフォーザの第2ラウンド、まあ、アンディは当然グラウベのディフェンスが、顔面パンチのディフェンスが悪いと思うので顔面狙ってくると思うんですけども顔面、はい、そのペースにはまらないでしょうしですね。堀さん、はい、そのあたりね、イソベシハンがね、はい、おっとかかとどうした、大きな声を上げたのは、やはりガードが、ね、割れちゃうんですって。ガードが割れる、前が割れて、あるいは下がったり、はい、このガードをもう一回ね、ちゃんとするようにという大きな声を上げましたね。なるほど、ただね、今までと比べたらやっぱり非常にいい動きをしているし、で1ラウンドは様子を見ていけという指示だったようですね。あ、そうです。これで膝が入った膝が入りました。しかしアンディも期待します。グラウベサイドは三宅正治アナウンサーですが、やはり磯部ちゃんもまずは基本を固めて、そしてある程度の手応えは谷川さん感じてあるみたいですね、はい、今一瞬右のフェイント、本当にですね、はい、極真の大先輩であるアンディ・フィギュですね、とグラブで比較した場合、はい、精神力でやっぱりアンディが強いと思うんですよ。精神力は、はい、はい、だからその辺をですね、グラブ今日のテーマですよね、はい、もう気持ちで絶対負けないと。まあアンディも極真の世界で名を馳せて、はい、K1 で本当に苦しんできた。そうです。どうすればグラブにとって嫌な攻撃になるかはもう重々承知でしょうからね。逆にアンディにとってはグラブは本当に K1 のデビュー戦の頃の自分を見てるようなと思うんですよね。はい、今アンディが相対している目の前のグラウベはひょっとしたらあの頃の自分なのか。そうです、全くそうでしょうね。まあ、グラウベの弱点というとやはりその極真の選手ということで顔面への打撃ということになりますが、さあ左のかかとを見せましたアンディ・フグ。おっと、あのね、左フグこれは素晴らしい、パシンと乾いた音が大阪ドームにこだましています。あのもっと左フグ出したいですね。左のストレートアンディ一発でグラウベですからね、破壊力は、コンビネーションのアンディ一発ではこのグラウベ・フェイフォーザまさにいきなりの一発で鉄人アンディ・フグをマットに這わせます。そして左の裏、左のストレート叩き込んだアンディ、ロープを背負いますグラウベ・フェイフォーザ。アンディボディブロー欲しいね。でもね、ボディブロー、うん、このボディブローはどうですかね、ここまではね。ボディブロー出てないですね、あんまり状態であれしたら。でアンディちょっとスタミナ切れですね。あ、そうですか。ちょっと息上がってますよ。あ、それは珍しいかもしれませんが、森さん、はい、どうぞ。その話アンディサイドもですね、今1週間長の話ありましたけど、もっとボディをいっぱいボディを叩いていけというふうに話してますね、それからグラウベは一発を狙ってるように見えるということで彼らの警戒をしてます。一発、アンディはうまいことグラウベの蹴りの前から外してるんですよね、はい、中入ったり外外れたりですね、その辺はだからグラウベで逆に蹴り出しにくい距離にいるんですけど、はい、両者の身長差が13センチありますから、当然距離の取り方というのが一つ大きなポイントになってくるかと思うんですが、さあ叩き込んでいくアンディ、前に出ます。後ろ回し切り、バックスピンを見せますアンディフグ、左のストレート、さあ距離を詰めた。ここで第2ラウンド終了のゴングです。力入ってますね。アンディフグがやや前に出始めたか。第2ラウンドが終了しています。この放送は美味しさは世界の言葉、日清食品、いいものだけを、札幌ビール、松本清、シック、日産自動車、エッジ、津村と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。そんな彼はママの言いなり。でも松本清は私の言いなり。いいもの揃えてオマージュしてます。松本清、ママはポチの言いなり。こんな香り初めて、刺激的さセニョリタ、恋の予感ときめく、もう爆発しちゃいそう。ちょっといい香りの毎日クリーマン、オンリーマスキオ。
極真からこのグローブマッチ、 K-1 の世界へ殴り込みをかけてきた先駆者としてアンディ・フグ、このグラウベ・フェイトーザ新山の前に、おっと、これが究極の空中戦か、かかとを払ったアンディ、かかとを押すとフグ取れてるんですね。あー、ウィーパーでしょ、いい右で入った、いい右で入った、いい右で入った、これがアンディの経験なんでしょうかね。森さん、はい、森さん、まだですので、ダビッド・バイラム選手がものすごい声を上げてるんですよ、こっちがチャンピオンなんだから、こっちから行け、あ、ね、行け、アンディというふうに大きな声出しています、そのまな弟子に励まされる、まあ、そこまで逆に言えばアンディが追い込まれたということなんでしょうか、これは石井館長ね、アンディはね、かなり疲れてますよ、疲れてクラウベも疲れてます、疲れてますね、やっぱね、お互いね、もうこれ気持ちで勝った方がね、もうこれ気持ちの勝負ですよ、しかし世界の鉄人が、ミスター K-1 が、ここまでグラウベの前に追い込まれることになろうとは、よもや思いも しませんでした。2人とも本当に精神的に力が入ってますね、さあ左が入った、アンディ、アンディが形勢逆転か、左から右、軽くジャブを放ちました、グラウベはもっと綺麗出してきたらいいと思うんですけどね、自信持っていった方がいいですよ、はい、ブラジリアンハイキックは自信持って出してほしいですね、1ラウンドはあの戦慄のグラウベフェイトーザのブラジリアンハイキックがアンディの側頭部をかすめました、いつまたあのブラジリアンハイキックが、そして180センチの打点の膝蹴りがアンディを襲うか、今もあの総合系の選手もすべて毛利君とかたくさんいるじゃないですか、でもヒルとグラウベとニクラスほど練習する奴らいないっていうぐらい、もう朝から晩まで1日10分ぐらいやってるんですよね、まあ、それだけもう後がないという思いで上がってきているのはグラウベ、一方アンディ・フグとしてみれば、決してまだまだ俺の時代は終わったわけではないんだと、2000年新たな年を迎え、もう一度 K-1 の頂点へ、そういった思いが胸の内にひしめています。まあ、本当にグラウベはデビュー戦の頃の自分みたいなんで、はい、ここで本当にさらにですね、厳しい試練をアンディは与えようと思ってると思うんですよね、はい、しかしアンディがこう目の前のグラウベにデビュー当時の自分を重ねているのであれば、もっと簡単に攻略できそうな、そんな感じもするんですが、ここまでアンディが鉄人が追い込まれつつあるというのは、これは谷川さん、どのあたりに要因がありますか。まあグラウベの本当にディフェンスもうまくなってきてるのもあるんですけども、ただあこういう、さあ左のブラジリアンハイキック、横から出てきて上に上がっていく、ね、縦蹴りから前蹴りとかで連続攻撃欲しいですね、グラウベでもね、さあアンディも疲れたか、練習量ですね、3ラウンド練習量ですか、グラウベよく練習してますよ、両者息が上がりつつあります、3ラウンドが終了しました、ググッときてスッと引く、ググッときてスッと引く、うまいな、グランドブレイク、グランドビア誕生、ワオ、札幌黒ラベル。お昼、キャサリンはカップヌードルカレーを食べることにした。いいお天気。いい天気だった。爽やかな風が吹いていた。チーズ星人現れ、チーズ星人の放つ上質なチーズ、チーズはみるみるうちにとろけていく、まさかの感情、カップヌードルチーズカレー、おいしい。キャシーまろやかだね。ええ、これのおかげなのよ。ファイナル鉄人と人間競技の戦いは最終5ラウンドに突入しました。グラウベフェイトーザか、それともアンディフグか。この3ラウンドにグラウベの精神力みたいですね。精神力ですか、4ラウンド磯部さんが集中力という言葉をグラウベに与えていました。おー、やったー、すごい、入った、息が止まります。だから動きって出すと当たりますからね、この5ラウンドサービーラッパーです、ね、これはもう今の間合いダメなんです、アンディの間合いなんで、これはアンディ、ここは前蹴りかなんかでね、やっぱ蹴っていきたいですね、グラウベ、やはりグラウベのその長いリーチを生かしたいところですか、打ち合いじゃなくて蹴り合いに持ち込みたい、打ち合いではなくて蹴り合い、
13センチの身長差、当然足技ということになるとグラウベの方に射程距離があります。いやもうほんと狙っててほしいですね。前蹴り膝蹴りですね、狙うグラウベ、もうアンディ作れてるんですか、行かないとグラウベ。しかしここでアンディに対して打撃を放つことができない、そのアンディのその威圧感みたいというのが、威圧感みたいなものがグラウベの前に立ち上がっているのか。グラウンドですね、シューズトレーニングやったり、ブラジルではね、世界大会の前に座席組んだりとかですね、そういうトレーニングやってますから。グラウベの膝とアンディのラッシュ、後ろ回し蹴りが空中に入る、返さないとダメですね。グラウベはああいう風に蹴られたら返した方がいいですね。そうですね、ああいう蹴りがグラウベの欲しいですよね。右、グラウベフェイトオーザー、アンディがガードを固めて前に出る、後ろに下がるグラウベ、言っちゃダメですよ気持ちを。さあ間合いの読み合いだ、グラウベ先に行かないと手を出せない、先に、これが鉄人の威圧感なのか。かかとを触っていくアンディ、アンディの出す技に心なしかこう余裕のようなものが感じられるようになってまいりました。最終ラウンド一発の怖さアンディも感じてると思いますから、手数がちょっと足りないですよね。しかし残り何秒かあれば、3秒あればグラウベの打撃はアンディを仕留めます。空手のね、そう今の日だけで空手の延長戦だと思わないとダメですね、はい、もう最延長の最後の試合だと思わないとダメ。さあ組み合う、グラウベが組み合った、これは疲れたか。さあ左のブラジリアン入って、しかしアンディは下がりません。あちょっとアンディパッチしましたね、引いてますね、アンディの引いてます。グラウベを捉えて、近いぜ、グラウベも右、激しい出血が見られるようになってまいりました。ここで時計が一旦止められます。アンディの方が右ですね、アンディですね、すごい出血ですね。アンディの右の側頭部、かなりの出血が見られます。ブラジリアンキックですかね。こうアンディはこう聞いたというような表情はこの5ラウンド見せておりませんでしたが、さあ息を整えるグラウベの背後でアンディが今日のチェックを受けています。これですかね、ブラジルキック、これですね。いやでもこれ改めてスローで見ますとどうですか谷川さん。いやブラジルキックって切れてると思います、よくこれでアンディが何もなかったなという、そんな感じがします、当たってるとこ違いますよね。あそうですか、左側と右側違うんで、最後なんで、グラウベが先に行かないとダメ、グラウベは狂気か、そう行け行け、ミドルキックが交錯、左のストレート、アンディ足がしますね、出しますね、コンビネーションをまとめていく、グラウベが何もできないか、最後さあ最後、どちらの精神力が上回るんだ。左のローキック、アンディ時間がない、ここでもラウンド終了のゴング、右の拳を上げたのはアンディ、フグやっぱりアンディの精神力強かったですね。グラウベはやや肩を落としながら自軍のコーナーに戻りました。3分5ラウンド戦い抜いて決着はつきませんでした。試合は判定に入ります。1ラウンド2ラウンド見事なラッシュを見せたグラウベ、しかしその後やはりこの鉄人の精神力というか経験というか、そのあたりがグラウベの前に立ちはだかりました。グラウベは確実に進歩してるんですよね、確実に進歩してるんですけど、もうちょっと大きな山が越えられないというかですね、はい、まあ、前回の片木選手の試合もそうですけど、紙一重で勝てそうだったところを本当に逃しているって感じですね、はい、やっぱこれからの課題ですね彼のね、心臓の鼓動が高鳴る判定の瞬間をさあ間もなく迎えます。ジャッジ島光雄50対48、赤アンディフグ、1人目はアンディフグ、ジャッジ伊佐岡真子50対48、赤アンディフグ、2人目はアンディフグです。ミスター K1 鉄人アンディフグ、極真が生んだブラジルの人間狂気をかわしました。久々にアンディもいい試合やりましたね、驚異の進歩ですよクラブは、そうですね、3分5ラウンド、グラウベフェイトオーザが石井館長アンディに対してここまで戦えたというのはもうこれは大きな収穫ですね、だからもう一山超えてほしいですよね、グラウベは本当にですね、肥料以上に潜在能力があるとも言われてますから、はい、
だから次のグラブにもまた期待したいですね。極真が生んだブラジルの人間競技、この試合は残念ながら判定で鉄人アンディ・フグに敗れました。今夜の K-1 は全カードがメインクラスのオールスター戦、そしてこの後すぐ一撃再び極真フィリオ対バトルサイボーグレバンナの激突、千年に一度の KO 劇を見逃すな。こいつはすごすぎる。シックエクストリーム3、切れ味シャープな3枚刃、動く3枚刃、スムーズに反れる理想的なグリップ、シックエクストリーム3、使い切ったらホルダーごと取り替えろ。おかげさまでエッジ100万人突破。イエーイ。今エッジに入るとこんなものや小物、こんなものやこんなものまでアタッチ。ないんだ。てなわけでゲットエッジキャンペーン実施中。エッジから E メールで応募しよう。チェックラー。よく聞こえねえな。使えねえな携帯は。やるよ社長。終わったな携帯の時代も。携帯からハイブリッド携帯へエッジエリア充実。なんでこれ。同じように見えても車の運転席、助手席には6段階の安全評価があります。